はい、どうも、スマイルトリプルナインです。さあ、本日はですね、皆さん、ようやくお待たせいたしました。はい、僕の場合はね、当日に発売に買ったんですけど、はい、すいません、3日、4日ぐらいちょっと経ってますが、ようやくレビューします。はい、紹介します。では、紹介しましょう。タイトル、画面の、動画のタイトル通りです。はい、ドーン、きたーどーん。はい、ということで、はい、いよいよ、ハピネスチャージプリキュアの変身アイテムの2つ目がようやくここで出ましたね。はい、フォーチュンピアノです。はい、紹介します。来ましたね。はい、ここでようやく、いよいよ、ピュアフォーチュンのプリカードがここにあります。いやー、ようやくですね。はい、で、ここにフォーチュンピアノがありますね。で、これフォーチュンピアノ。で、指輪ですね。ねえ、もうこれね、皆さんね、どっかで見たことあれなんですけど。例のこれ。ねえ、もう。はい、で、音声プリキュアキラリスターシンフォニー。離れた鍵盤の色に指輪が光ると書いてますね。はい。で、こっち反対側のこうやってます。まあ説明ですね。はい。なら、こういう形ですね。はい。で、後ろ。はい。ホームチェンジプリカードをセットすると、ああ、これあれですね。プリカードコレクション8を別撮りのやつをセットするとまだ別の音声になる。という形ですよね。はい。プリキュアキラリスターシンフォニーになりますね。はい。ピュア法人変身。はい。さっきの説明の、まあ、こっちにも書いてあると。そして、ゲームモード。あ、いつものあれですね。A モードと B モードっていうのがあるんですけども。まあ、それの B モードの方ですね。はい。演奏遊び6曲、覚えて立つゲーム、かくれんぼゲーム、ラッキーからならないスピードゲームっていうのがあるんですよ。ですということになってますね。で、もちろん DCG で遊べますよ、ということですね。はい。まあ、おなじみの。ですけども、はい、こちらにも、ああ、鍵盤の色を押すとこの指輪の色が光るって書いてある。ここに。なるほど。ほぼ原寸大の指輪の大きさとなっています。もうこれね、完全あれなんですけど、まあ後で言いますけど。もう何回も言ってますから。はい、では、今から、はい、開封いたします。よいしょ。だからこうやってますね。よいしょ。あ、ここに。ユーナさんがいます。さて、じゃあ取り出します。よいしょー、よいしょ。はい、説明書と、あ、そうだ、説明書の裏に確かね。あったー、ほらー、カード。来たー、ついに、ピュアフォーチュン、ユーナさんの、フリーカードが来ましたよ。説明書と来て。はい、こちらです。来ましたねー。開けよう。よかったです。じゃん。おー、いいですね。で、皆さん、まあ、お気づきだと思うんですけど、この下、変わってません？そう。イオナちゃんから、イオナちゃんのプリカードは、なぜか、ここの下のデザインが全然違うんですよね。はい。全くね、違うんですよ。ここの下の部分が。ここは確かね、どう違うかっていうと、ここはね、どう違うかっていうと、まあ、ちょっと、はい。ちょっと待ってくださいね。はい。はい、こちらにちょっと、めぐみちゃん、ピュアラブリーのリガードか、ちょっと復興してみましょう。ここですね、ここに文字があって、そう、ここに何か文字がこう書かれていたんですけども、そこは一切なくなって、なんか色だけになってるんですよね。で、ここのマークが、そう、違うんですよね。ほら、ここ。はい。ユナちゃんの場合だとね、まあ、フォーチュンの場合だと、星マーク。で、めぐみちゃん、まあ、ラブリーの場合だと、ハートマークになってると。こういう風になってるんですね。で、名前の部分がここじゃなくて、ここに入ってるんですね。ここに入ってるという形になってます。すごいですね。これが違いです。まあ、やはり、なんか若干違いますね。あ、でも、ここのマークはおなじみなんですね。はい。あ、気づいた。キラキラしてるのは全部星ですね。いいですね。なるほど、なるほど。はい。じゃあ、ばらけてみましょう。パージ。ダン。いいんじゃないでしょうか。はい。あら。ここにブラさんいますね。いつの間に。はい。じゃあ、外すと、まあ、衣装だけだと、こんな感じですね。はい。
なるほど。色がなんか、それぞれに分かれてますね。トップスの場合だと、一番右側の方に。で、ボトムスの場合だと、これが真ん中の方に来てますね、色が。重ねるとこうなると。いうことなんですね。で、キャラプリカードの場合はもう全部に色が入ってますね。で、つまりここにないから、ここを重ねたら、まあ、こうなると。まあ、全部埋まるって感じ、形になるんですね。なるほど。で、ここグラさんと。はい。じゃあ、こちらプリカードになりました。はい。じゃあ、いよいよ、こちらです。でかい。あれ？あ、まあまあ、でかいか。そうか、こんなぐらいかも。うわ、指輪でかっ！指輪、これ指輪ですね。はい。でっかい、指輪でかい。で、さあ、これにします。これが、包丁じゃない。取り出します。じゃん。おー、すごいですね。まあ、本編通りのデザインになってますね。はい。あ、ここに、はい、鍵盤見えてますよと。これ星マークの、なんか鍵みたいな感じですね。こうなってる。はい。うん。あれですね。やはり、噂通りのあれですね。ドキドキプリキュアの確か、ドキュアですか？ドキュアですか？ラブアイスガレットだっけ？あれと形が、まあ似てる、やはり方向ですね。はい。で、裏を見ると、なんと、皆さん、こちら見てください。なんと、グラさんが、グラさんが、なんていうか、なんか、グラさんの絵がね、描かれてます。ここに星、まあ、隣に星があって、お星があって、で、グラさん。で、流れ星、みたいな感じですね。あ、ここで見てるところですね。で、ここが A モード、B モードに変えるものです。ここはなんかリボン、リボンになってますね。はい。いいですか。はい。では、次は、指輪？これ指輪だね。ここは紹介してます。はい、指輪で。指輪がちょっと、はい。よいしょ。ブラッ。おー、これが噂の指輪です。しかし、なんか全然シートありましたね。今ちょっと外しちゃったんですけど。音、これも音なのかな？全然シートがあるってことは、これも音なのかな？どうでしょう？わかんないですね。あ、ライトかな？全然シートって。あ、これ見せて。あ、光った、光った。おお、なるほど。あ、なるほどね。あれと違うのは、なるほどな。ボタンを押したら光るようになるんだ。なるほどね。で、形が、まんま一緒だね。あ、子供の指のサイズですね。まあ、小指に入るぐらいです。大人だとね。はい、なるほどね。そういうことですね。皆さんもうお気づきでしょうか？完全にこれあれなんですよ。ウィザードリングのまんまなんですよ、これ。ウィザードリングなんですよ、これ。あ、これ、付け替えるパーツが、やはり、ついてますね、ここに。ウィザードリングの時と同じように。何かちょっと引っ張ったら外せるパターン？外せるかどうかわかんないですけど。あ、これ外せるな。カチッって言った。今カチッって言ったから多分外せますね。サイズを変えれるって、なんか公式サイトに書いてなかったような気がするけど。まあいいや。完全大きさ的には、もう、ウィザーズリングの、多分、大きさと多分一緒だと思いますね。はい。完全に。形も、造形の感じもそうですもんね。ウィザーズリングの場合は、形さえ光るんですけど、これは押したら光る形なんですね。あれ？でもどうなんだろう。これ押さずに、かざしたら連動して光るのかな？それはまあ、どうかわかりませんが、まあ、今から試すんですけどね。はい、ちょっとなかなかになりましたが、いよいよここから紹介です。いただきます。はい、ではお待たせしました。やり方がわかりましたので、紹介したいと思います。いただきます。まず、はい、こちらのスイッチですね。こちらに A モードと B モードがあるんですけど、左が A モード、右が B モードですね。では、A モードにします。はい。で、キュアフォーチに変身するときはですね、これややこしいんですけど、まあ、まず、このカード、
はい、長いセットします。じゃーんと。鍵盤を押してね。まあ、長く操作しないと、まあ、鍵盤を押しないといってきます。はい、で、セットしました。で、これを押します。あ、その前ですね。はい、ライトつけます。はい、鍵盤を押してね。で、鍵盤を押しますね。じゃあ、まず紫のやつを押すと、キュアポーズってなった後に、ここが決定ボタンになるんですね。この青の鍵盤のとこ。決定の時は一番右にある青色の鍵盤を押してね。はい、今説明してくれた通りです。じゃあ行きましょう。はい。あれ？あ、これになっちゃうんですね。で、これを2回、3回押そう。はい、ということになります。はい、つまりですね、まあ、これで選択してから、決定ボタンを押して、で、この紫ボタンを3回押せば、変身音が鳴るという形になります。つまりですね、本編だったら、この紫ボタン2回押して、こう、で、こう、そのまま3回目の時に、こう、ズーズーってやったんですけど、そうすると、実は鳴らないんですよね。そうしても、決して鳴ることは、実は、まあ、鳴るって鳴るんですけども、霊の音からの音は全然全く鳴らないんですよ。残念ながら。はい。ということですね。まあ、本編通りのことでちょっとできないのはちょっと残念なところもありますか。さて、じゃあ次なんですけど、これですね。まず、演奏も、実はこの A モードでも、ゲームのモードと演奏モード、あ、ゲームと、あ、すいません、演奏モードの機能が入ってるんですね。例えば、メロディーレッスンというモードがありまして、ある決められた、まあ、鍵盤を押すと、ある曲に合わせて、まあ、鍵盤で弾くことができます。では、そちら紹介しましょう。では、いきますね。これを押すと、以上です。はい。で、こうした後に、っていうことができます。はい。素敵に演奏できたわ。今のはメリーさんの羊です。ピンクと赤と紫を押せばなります。で、そのさっき僕やりたかったのが、こっちですね、多分。これとこれとこれを押すと。ブンブンブンを一緒に演奏しましょう。はい、で、合わせて。ということができます。で、この曲まだありまして、これが最後かな。緑を一回押して、黄色に返そう。なるはず。あれ？あ、すいません。黄色、緑、黄色です。ん？なるはず。うんだ、よっしゃ。ロンドン橋を一緒に演奏しましょう。はい、じゃあいきます。ロンドン橋ですね。そうですね。はい。いただきます。敵に演奏できたわ。はい。で、次なんですけど、次のやり方がちょっと、はい。ダメとなりました。で、次が赤の鍵盤を押すと、演奏遊びってなりまして、で、決定ボタンを押します。曲を選ぶんですけども、で、この曲を選んだモードにした状態で、紫を押すと。
はい、ということで。で、キラキラ星をさっき流しておいたんです。押してる鍵盤は適当です。ファイナルます。赤だと森のクマさんです。で、ビンゴを選ぶと、ズンで開いてになります。で、オレンジを押すと、乙女の祈りですね。で、黄色を押すとカノンです。で、緑を押すと、ハッピーバースデーになります。はい。で、水色はないんですね。それなら水色はなんかないみたいです。はい。じゃんじゃんじゃん。鍵盤を押して。じゃあ、セカンドで最後にハッピーバッシュというちょっとします。はい。なんですね。はい、じゃあ次、覚えてタッチゲーム。覚えてタッチゲーム。いきます。指輪の色の順番を覚えて、鍵盤を押してね。スタート。順番を覚えてね。水色、黄色、あなたの番だよ。言われた通りに押します。順番を覚えてね。赤、水色、ピンク、あなたの番だよ。あ、待って、楽しいね。また遊びましょうね。ということです。で、次、かくれんぼゲーム。かくれんぼゲーム。グラさんを見つけてね。スタート。はい。ここだぜ。鍵盤を押してね。あら。グラさんが、まあ、色にちなんで反応するんで、その時にボタンを押すと、まあ、正解になります。ということですね。次、ラッキーカラー占いですね。オレンジかな、これ。あ、すいません。黄色と。で、決定すると、ラッキーカラーを占うぜ。はい、ヨナちゃんでよくある占いですね。はい、何が出るかわかりません。結果が出るまで待ちます。はい、すると、占い結果発表。ラッキーカラーは青。たくさんいいことがありそうね。また遊びましょうね。ということです。まあ、いろんなパターンがあるんですよね、こちらのね。はい、では、スピードゲーム。グラさんの言った色と同じ鍵盤を押してね。スタート。ピンク、赤。これは言われた通りに押していきます。オレンジ、黄色、水色、紫、ピンク、緑、ということです。そして B モードが何なのかと言いますと、
ピアノものです。好きになんか演奏するってやつです。はい。だからちゃんとドレミファソラシドなんです。例えばだから、そう、あのチューリップの花がって皆さんやったことありますね。あれみたいなことで、これでできるようになるってことなんですね。これいいですね。あのピアノを、ね、あの習ってる女の子にとってはいい、はい、変身アイテムです、うん。ってことですね。はい、これでまあ以上にちょっとなります。はい、これがフォーチュンピアノのまあ単体でのまあ遊びになります。しかし、さて。また、これの違う動画なんですけども、プリカートコレクション8ありますよね。あれを使って、あれを使うと、また違った遊びができます。はい。とのことです。それでは、今回、はい、ということで、フォーチュンピアノを紹介しました。ちょっと長い動画になりましたが、ご了承ください。はい。というわけで、まあ、ピアノで、まあ、演奏すると、このライトが、赤外線で、まあ、連動して、まあ、光って、まあ、滑るっていうやつですね。まあ、いいですね。はい。まあ、ね、プリカードセットですね。まあ、そこで遊べる感じになってます。さて、はい、おまけです。実はちょっとまだ続きます。すみません、まだ。はい。皆さん忘れてませんか、これ。そうです。プリチェンミラーにセットするとどうなるか、これが。はい。今から確かめます。はい。いただきますよ。いただきます。いきます。中の人ネタ使わせていただきます。僕の友達、出てこいキュアフォーチュン。プリカードセットオン。素晴らしい。さあ、そうです。4人、ついに4人ボイスになりましたね。はい。キュアフォーチュンプリカードセットすると、プリティミラーから、全員ですね。ハピネスメンバー全員の声のハピネスチャージプリキュアが切るということになります。はい。それでは今回は以上でございます。では、次の動画をお楽しみください。それではまた会いましょう。さよなら。スマイルドリブル9のチャンネル登録はこの画面からゲット。スマホの方は動画の下のチャンネル登録ボタンから登録よろしく。